どうも、やくもこまっちです。戦国姫5島津家ルートパート19の方やっていきましょう。前回ですね、ここかな、よいしょ、こちらですね、備後をすべて落としましたね。1ターン中に、では1ターン中ではないのか、1ターン中に3畳4畳落としたのかな。で、あと雨ごけが多分1箇所ここだけですね、三沢城だけですね。で、土佐もあと長宗我部軍が1箇所だけ城を持っているだけですね。では、今回も始めていきましょう。まず恩賞からですね、前回長宗我部軍を仲間に引き入れたんで、まあ一部なんですが、この辺を渡しておきましょう。レイゼさんと大内さんはまだ絆化してないということはまだなのかな。まあ今回一応やっていくつもりではいるんで、多分今回で絆化するんじゃないのかなと思うんですが、これほどの成果とは。まずここで大内さんの兵力を貯めながら進軍します。あとここの場所では、あ、大友総理がいるから大戦闘ですね。肝付きには渡して5000でもよかったんですけどね今。ここは、あ、そうか、吉弘たちはいっぱいだから。まず、家ちゃん5000にしよっか。で、上の舞台は、は、一応、相馬を先にするか。一応、メインキャラたちを先に優先していきましょう。で、こっちでの徴兵をして、宗重が3000か。もうちょいかな。まあでも出てもいいんだけどな。あ、これはどうせつもう出れるな。出撃できるぞ。あー、そんなに徴兵効率良くないな、この辺。どうせつのところが一番いいな、今、現状だと。まあ他の領地はちょっとわかんないからあれなんだけど、どうせつのところとあと、伊予かな。ヒューガとイオが一番良さげかな。これはどうせつ出すかな。宗重と高橋をちょっと右下に持ってきたいぐらいだな、あれ。高久をの銃を船長にして、鍋島さんの銃の数が少ない気もするのと、あ、大内さんもだいぶ少ないな。大内さんにちょっと回すか。鍛錬はこのターンもなしにしようか。もう鍛錬なんかやらない感じになってきた気がするな、俺。で、武将に会いに行こう。お、大内さんだけになったかな。レイゼさんはないね。大内さんだけ見に行きましょう。では、まず。うまい。お。お、これがあれですね。大内さんとレイゼさんがいないと進まないっていう話ですね。春日さんも、春日じゃない、ほんとよく間違うな、吉日さんだ。吉日さんも、ね、あの人がいれば。お？何？なんか階層があるのか、長いのか、これもしかして。お主とは連絡が取れぬようになっておったからな。おお、すんごい笑顔。やっぱ幼馴染っていうのは合ってるんだね、この二人が。お主は大内家の中でも随一の中心だったではないか。そのお主の身をうちが案じるわけなかろう。吉高様、そのお言葉だけでお使いしてきた。そういうあれでもなく、あれか、中心のあれもあるのかな。そこで、高豊は大内家にずっと仕えてくれていた中心じゃ。そのようなお言葉もったいのうございます。むしろ私が不甲斐ないばかりに天下が取れず申し付けなく。まあそうだけど、それをここで言っちゃっていいのものかどうかは難しいとこだよね。何
おお。これも乱世の習い。お主のせいではないからな。まあなんだかんだ大内さん別に天下取れなくてもあのゆったりと暮らしてきそうだよねこの人。それにしてもまさかこうして同じ家に拾われて毒を噛むようになるとは。まあこの世は面白いな。楽しそうだな本当に大内さんは。吉高様とご一緒できるなんてこの上もない喜びです。怠け癖がまたつかないといいけど冷静に。まあそうだね、最初の頃に比べれば大友家はみんないるし鍋島さんもいるし誰じゃそこに誰かおるのか。大内家は二人ともいるし。まあこっち西側でいなくなったあのユニーク武将今んとこ俺が確認できてるだけで3人だけかなとは思ってるんだよね。それで相馬殿は一体うちらの部屋の前で何をしておったのじゃ。お、まさかうなが二人の密会を盗み密会だったのか。でもあったのかな。ほうほう、気を悪くするのとんでもない。サーマ殿にならむしろずっとここに入り浸ってもらっても構わぬくらいじゃなあ、タタトよ。はい、吉高様のお相手を一人でするのも骨ですからね。誰かがいた方が気が楽です。なんか一瞬めんどくさいとか言われてるぞ。仕えてくれた中心じゃからな。そうでなくとも、ああやっぱりそれは合ってるんだね。もはや家族同然じゃ。吉高様、そのようなお言葉もったいのうございます。やっぱりあのこうやって見るとレイゼさんは大内さんのこと大好きだな。何に気がついた。ああうん。そうだよ。今更かよ。その通りですよ。以前お話しした親方様というのは間違いなくこのお方です。顔に出てたか。考えてるのか分かるようなお顔でしたので。ひょっとして違いましたか。いやーすげえな、そこまで。でもまあそれぐらいしかないからな、この二人で思いつくのが。まあ以前に申しました通り、最後の方は随分と気楽にやらせていただきましたけれどね。お酒のせとこ、お酒飲んでるし、なんか言うのかな。大丈夫です。絶対に気づかれませんから。え？タカトヨよ。少し見ぬ間に、よう喋るようになったな。え、なんかいろいろめんどくさくなって喋んなかっただけだったけど。相変わらず私は
レーゼルさんはそういうのに弱えな。以前のままです。一体どこが変わったというのですか？その様子じゃった。お主のことじゃ何も言わずとも分かっておるじゃろ。まあ分かってるだろうね。いいえ、何をおっしゃっているのか皆目見当もつきませぬ。吉高様の考えていることは見当違いも甚だしいです。おお。動揺しておるのがバレバレじゃぞ、タカトよ。うちの考えてることがわからぬのにどうして見当違いなのじゃ。それはそう。ああもう、どうしてそういうところだけは鋭いんだ。そういうとこだけ。やはりズボしちゃったか。ああうん。何でもありません。相馬殿には関係のないことです。そういうことにしておこうかな。ただ鷹とよが動揺するところだと。まあ相馬みたいなのはなかなかいなかっただろうからな。鷹とよは面白いな。そういえばこれ絆の強さとかはいいけど、あれはないのかな、イベント CG 的なものは。せっかく2人揃ったんだし。ああないな、終わったな普通に。うん、どうしよっかな、もう一人見ようかな。ただ長坂部家はもともといる、あるいるってか、あのストーリーがある国だからな。まあ見るなら川野さんたちだけど、この金 CP5 だから一気に武将動かすか。次のターンからまた2人ずつぐらいで見ていこうかな。では武将移動しようか。まず相馬だね。相馬を、ここだね。毛利軍が上がってくるかもしれないから、そこの蓋をする役目と、義弘と豊久を動かしたかったんだが、鍋島さんをとりあえず右に動かそうか。ここ本当は入れ替えたいな、義弘と豊久は。じゃあ、義姉をまずこっち、義久の方にも動かして、あとは、高橋翔雲を、こっちだね、同節さんがいるとこに持ってきて、あと川野さんたちも持ってこようか。多分ここが一番今徴兵効率がいいかな。控え部署って誰がいるんだっけ。あ、こいつらか。まあ全員この領地に置いとこうか。まあ今現状そんなすぐに兵は集めなくていいから。さてさてさて、攻めるんですけども、下の城はいくつですか。まあレーゼーさんここしか攻めれないからここ攻めるんだけど、ちょっと待って、なんか微妙にずれてるから困ってる今。11、あーまあ11だったら落ちるな、おそらく。大内さんは細川家がそこ1000か、1000か、1000の城か、1000が2人か。戦場はおそらくそれは中だな。中戦場か。1500ずつぐらいか。統率の差的には勝ってるんだけど。行ってみるか。白レベル9だから落とそうと思えば落とせるな。義弘たちは、ちょっとばかし下にちょっかいかけに行こうか。というか、伊予から、出る形で部隊を動かそうか。伊予の防衛ラインを取っ払おう。で、島、としちゃんたちを上に動かし、としちゃん、ちゃうわ。豊久と家久を上に動かして、相馬を右に動かそうかな。相馬を右に動かして、鍋島さんを、上側だと6の城、下側だと5の城。まあ、下側でいいかな。
鍋島さん下側、モブの2人は上の城、これで OK ですね。これでもまだ700余りか、あ600か。春はまだギリお金足りるかな。夏がもう足らなくなるかもしれないな、この攻め方だと。さあさあ、会場勧告は行わないです。行くよ、強襲突撃。まあ強襲しないんですけどね。なんか移行今下がってなかった、俺の気のせいかな俺。はい、では、アーマーボケを落としました。移行7になかった、あれ俺8じゃなかったっけ。移行って下がるんだっけ。まあ誰もいらないんでみんなさよならしますけど、はい、これでアマゴ軍が全滅ですね。で、ここ独立勢力の城なんですけど、会場勧告は行わなくていいかな。やってもいいんだけど、まあワンパンだろこれ。成葉城を毛利軍退却。毛利軍が完全に敗走している形になってるね。ああ、一気を起こされると移行下がるのかな、もしかして。あんま気にせずやってるけど、なんか多分移行下がってるよな。まあそのうちまたもらえるだろうからいいけど。はい、毛利軍退却。中国地方をほぼうちの領地に塗り替えましょうか。塗り絵状態ですね現状。愛をいただき、さあ、西長尾城、おっと対局ができる。おあれ、じゃあここ細川軍が取ってる領地じゃないのか。はい、落城。春日さん久しぶりのお仕事で、白地城かな。ここちょっと兵力いましたけど、来ますかね。来ないですね。ただ城レベル9ぐらいでは、46位老地さんの舞台では多分落ちますね。籠城する必要意味がないですねこれでは。はい、仲良くしようぞ。まあ切腹させるんですけどね。この人じゃないのか、多分死んでるな。いい剣持ってる三好さんのとこのモブ将は。はい、安芸城、安芸でいいのかなここ。はい、長宗我部軍の残りですね。これは解除勧告受けてくれるかな。受けてくれるなら受けてくれた方が俺楽。ダメでした。はい、包囲します。あーやっぱ落ちないかなこれは。いけるかどうか怪しいとこ行ってくれレイゼさん。足らなかった。次のターンですね、長宗我部軍は。はい、猿掛城かな、円掛城ではないだろうな、猿掛城かな。はい、白レベル5。まあ会場勧告はしないです。はい、一撃。さあ、うちの戦闘はこのターンはこれで終わりですね。今は岡山に入りかけてるぐらいかな。66566 9、あれ9になったら新しいスキル覚えるんじゃなかったっけ。あるね、これ読んでないな俺多分。捨てかまり、何これ。発動後5ターン、発動確率ランダムだね。5ターンの間、攻撃突撃が威力プラス 100%、お強い。で、イエちゃんレベル9。釣りのぶせ。あ、これは有名なやつですね。ランダム、敵から被害を受けた時ですね。発動後1ターン、敵軍全体の士気がマイナス30ですね。出雲国に疫病、あ、まずいか、それ。あ、疫病、主戦力に
ド直撃したな、あれ。唯一あれか、吉弘たちが下に下がってたのがありがたいかな、おそらく。多分兵減ったよね、それ。ちょっと見に行きましょう。減ったねー。出雲だから、だからギリ相馬は当たんなかったのか。イエちゃんたちも割り食ったな。きっついですな。ギリ、そうか、鍋島さんとかも避けきれたのか、今の。そうですね、今ギリ避けきったな。あぶねー、割り食ったのは確かに4人ダメ、6人か食らったけど、まあ主戦力がみんな離れてよかったです。では、このターン紋章は必要かな。ちょっと見に行きましょう。ああ、必要ですね。ありがとうな。次もありがたく、こんなにいただけるなんてありがとうございます。渡して、徴兵ですね。まず徴兵は、そうか、大内さんは横に行っちゃったから、誰か別の人を渡してあげないと。あそこ大戦争ですね。あそこの部隊、城を落とされるな、あれ片方。かなりうまくいきましたね。これは道雪さんに、振り切って、これで4900、これで道雪さんを出しましょう、このターン。これに関しては、鍋島さんに振って、これで鍋島さんが4000、相馬が自分で雇って4500。疫病が起きた国ではね、徴兵悪いんですよね、基本的には。隣の国とかに行きたいですね、これは。あれ、どっかまだ徴兵できる。あ、そこか。宗茂がまだ一人残ったんだっけ、ここに。そういえば宗茂が3900か、これで。宗茂も出れますね、これで。道雪さんには渡してるけど、さすがに鉄砲の集める効率がいい島津家でも、全武将に1000丁ずつ渡していくってなると、さすがになかなか回りませんね、銃の数が。とりあえずまだ全然割り食ったんですが大丈夫なんで、豊ちゃんに渡して、 CP に関してはどうしようかな。ここ武将の移動に関してはちょっとしたいな。あと誰が残ってるんだっけ、誰がいたっけ、ここに。高橋がいるのか。高橋がいるのと、立花宗茂がいる。総林は持ってないんだよね、確か。徴兵効率が上がるのを。大内さんなんかは持ってるんだけど、道雪さんを前に出す。そうだね、道雪さんを連れてきて、ここか、ここに連れてこようか。大内さんの代わりにレイゼさんの上のところに連れてこよう。ちょっと待って、なんか動かないんだけど、どうしたの。なんか左側の城に行かなかった今。そこの城に動かしたいのと、上は結構なんとかなりそうだな。防衛ラインをちょっと固めようか。急なあれだけど、ちょっと武将の移動に CP かけようか。恩賞は終わってるから終了だね、これで。武将に合うをこのターンちょっと飛ばさせていただこうかな。で、代わりに CP 使って武将移動させていただきます。高久と義輝はそのまま右に、島津豊久と家久は鍋島さん側に回ってもらって、川上さんたちは、こっちの佐伯さんたちのところに合流。義姉はこのままでもいいかな。
とりあえず道雪さんを動かそう。道雪さんに、大内さんの代わりにここに入ってもらって、まだここ高橋翔雲がいるから大丈夫。宗茂を前に出してきたい。宗茂をここ5000ばっかだな。とりあえずここの城かな、ここか上の城か、とりあえず下をね、大内さんが落とした段階でもう別に下に武将いらなくなるんですが、道雪さんのとこに宗茂も入れましょう。これでこのあと動きが良くなるでしょう。よし、これでいいですね。 CP3 余ったな。あ、ちょうどいいや、ちょうどいいのいるわ。ここに肝付きさんがいる、残ってるわ。これ動かそう。これをこっちかな、モブの武将を集めましょうか。これで終わりかな。武将がいそうな場所は全て使いましたね。ではこれで終了しましょう。ちょっと CP 余ったな、ちょっともったいなかったな、このターン CP は。では、まずですね、相馬に、右の城レベル7か、これに相馬に行ってもらいます。で、ここは肝付きさん一人で行けるかな。レベル7の城多分行けるはず。あー、佐伯さんも回しとくか、二人にしてもらしとこうか。ここは豊久と家久二人がかりの必要性はないな。これ鍋島さん一人で行けるな。鍋島さんだけにするか。で、こっち吉弘たちを二人がかりで回しの、こっち、春吉久さんを独立勢力ばっかだな、ここ。なんだ？細川軍独立勢力に負けたのか？あれか、謀反か。城落としてる奴らが。謀反で城落とした奴らの部隊か、あれ。もしかすると。ちょっと待って、ここ、この城にピントが合わないんだけど。大内さんの真下の城に。待って、ちょっと待ってね。どうしようか。今会う必要ねえんだよな。とりあえず、レイゼーさんに、下の城を落としてほしいんだけど、ここの長宗我部家を落としてほしいのと、さっきまで行ってた場所になぜカーソルが行かない？よし、行った。細川家の当主たちがいるな、ここ。一人で行けるかな、大内さん。統率の値高いんじゃなかったっけな、そいつら。違う。選んで。74か。それ、小戦場か。倍の戦力は持ってるな。いけるかな？鉄砲の数ちょっと不安だな。攻めは以上ですかね。では、終了しましょう。朝倉軍が一夜谷城に向かったな。確か一夜谷城は、だったか金沢城だったかが、俺も欲しい城な気がするんだけど。別に、普通に、こじ開けます。はい、一撃。落とせるのですよ、うちは。それぐらいの城なら。まあ、うちはっていうか、こんだけ兵力いればね、落とせるもんなんですよね。はい、森軍退却。まあ、普通に包囲で落とします。はい、をいただきました。松山城に向かいましょう。で、森軍退却。こんだけ領地があれば本当は、兵力を回復してすぐ取って帰ってくるはずなんですけど、意外に帰ってこないですね、敵側。
この帰ってこないってのがちょっと予想外ですね、自分の中では。祖豪城ですかね、これ確か祖豪和正ってのがいるはずですよね、三好軍には。はい、ほい、はい、もう一発、はい、いただきました。何よりです。これよりも、そう、そこ上桜城、上を女王城かな。あ、老城者、意外だな、出てくると思ったんだけど、これなら。はい、包囲します。多分落ちないんで、これ次のターンレゼさんを向かわせます。二人がかりで行きます、大内さんとですね。これはさすがに敵の兵力もいたんで、まあ固めですね。はい、アンゲーに向かって、長宗我部軍が籠城、落としに入ります。はい、 OK ですね。では、最強クラスではないですけど、まあ統率が100届くんだったかな、長宗我部も元地下もかなり強めです。はい、仲間になりましたね。レベルが低いからかな、レベル上がると結構強くなりますね。これは回戦ですね、回戦自在、攻撃突撃威力プラス50、自身だけですね。で、精神誠意、これは幸福率がプラス 30% ですね。はい、いただきましょう。福留さんは前回言った通り仲間にします。で、これがもう一人の久竹ですね、これ弟の方です。信近って思うんだったかな、これ昔女の子でしたね、チカちゃんチカちゃんって言われる。はい、残りの方は いらないのでさようならで。はい、長宗我部家も滅びましたね、これで。もう残ってるお家が少ないんじゃないかな。森軍籠城、照本籠城ですか。逃げれるとこなかった今、もしかして。落ちるはずですが、その程度なら。私の策が一番上手でしたね。どうなんでしょう、これは。ちょっと予想外ですね、籠城されたのは。逃げ出してますね。帰れると思ったのかな。おっと、織田軍が若狭城って今出たか。一向一揆などが起きてますね。いらないです、いらないです。大丈夫そうではありますけど、おっと、イベントが入った。おっと、今度は吉弘か。お？あちゃ、失敗した。何してんだろう。あ、兄さん。意外に普通だ。え、重いの？うん、何に使ってたんだろう。うん、大失敗しちゃった。物腐してまとめて持ってきたんだけどね。その大きい方は逆に何入ってるんだろう。小さい方は鉛玉だとして。ありがとう。え、吉弘ごと全部、重い軽い吉弘ごと全部。え、一番下はさすがにないんじゃないかな。軽い荷物はまずないな。でもまあ重いか、吉弘ごと全部だな、これ。難しいな。いや、でも吉弘ごと全部ちょっと見たいな。何が起きるかわかんねえし、ちょっと見たいな。そうしようかな、これは。はい、吉弘ごと全部だ。ああ、そう、それ気になってた。木箱だけど、ね、あ、木箱なんだ。ああ、逆にだからちょっとでかいのか。ああ、なるほど。最初からそうしてたらよかったのか。私った
とりあえずこれ持って。いいからいいからっつって、お、え、確か前、あの前回を親父が、前回じゃねえけど、あの親父持ち上げた瞬間に腰やったんじゃなかったっけ。楽しんでんな、相馬くんよ。抱き上げられたままなんだ。兄さん、ありがとう。助かったわ。てか、倉庫にそのいらなくなった鉛玉をしまっとく必要性はあるんでしょうか。ゴミなんじゃないの。浮き箱は、いや、まあゴミとして捨てるのはもったいないかな。鉛だしな、なんかに使えそうだしな。遠慮なく言えよ。ありがとう。まあ男の手は借りなくても義弘はある程度モテそうだけど、そんだけあの筋肉ついてきてるなら。お、今度は訓練所ですか。なんかずっと見てるのかな、義弘さんや。いやでもさっきのチラって見えちゃったんだよな。おだ勢が来てる気がするんだよな。怖えな。ちょっとこのイベントが終わった瞬間に織田の国の情勢見ましょうか。それだけわけでわかるんですよね。そこでのあれか、見たことあったな。おっと、ほう、おや、これはそれっぽいですね。いや、そこはそう、まあ、いや、照れてるんですよ。ダメだな、意外に鈍感だなこいつ。鈍感でいいのかなそこは。まあでも鈍感だろう。あ、意外に短かった。前回ヨシネの時かなり長かったから、もっと長いもんかと思った。ではちょっと国の情勢見ましょう。あ、これでもう見れちゃうんだっけ。毛利家でしょ、毛利家でしょ。あ、これ見れちゃうのか。これちょっとずるいな。斉藤家、織田家、あ、やっぱ二条城に来てるな、織田家が。なんか変わった取り方してんな、織田と斉藤が。同盟か、これ。二条城、伏見、比叡、あ、もうこの辺多分全部取ってんな。若さ、若い、これか。あ、織田、そこまで来てるな。ここどこだ。あ、泉まで取ってんなこいつ。摂津は取れてないのか。石山本願寺がクソでかい城のままだな、あれ。あれ、この城見えてんのか。あれ、これは細川家か。というか筒井さんがいるじゃ、いらっしゃいませんか。筒井さん欲しいな。筒井さん可愛いんだよな。あれ、この三好さんは、あ、弱い方か。一人ね、あの、すんごい強い三好さん、あの、武器持った三好さんいるんですよ、実は。織田が来る前に、ここを制圧したいな。ここ、なんていうとこだ、これ。まあ、いや、四国は統一したいな。四国統一して、ここだな。ここまで進みたいな。この筒井さんが今いるところまでは進みたいな。さっ
昨日割り食ったのちょっとまずいかな。毛利家、細川のあれがあるからすぐには来ないかもしれないけど、織田と決戦かな。ちょ、勢力見ましょうか。残ってる勢力は、まず青が、豪族でしたか、これ。正大名ですか。千葉、佐藤、これなんて読んだ、岡原か。岡原、北条、山内、斎藤、朝倉。これは岡かな、岡家が残っていて、戦国大名に伊達、佐竹、織田、武田、上杉、細川、毛利で島津と。というか結構残ってるな。細川毛利に関してはもうほとんど風前の灯火ですけど、上杉伊達が両方残ってるのが珍しいな。織田ちょっと見ようか。これそこまで来てる織田軍の勢力図これですね。あーでかいな。うん、九州丸ごと取ってる俺、九州四国を丸ごとほぼ丸ごと取ってる俺が言うのもなんだけど、かなりでかめだな。これ織田取れてる城は取れてるけど、中央ら辺で分断されてるな。なんかそこどこだ、どこか忘れたな。それなんかそこの場所だけ取れてないな。あー、そういう感じか。あー、で斎藤家が美濃だね。これ美濃の領地と、あと北近江と上を取ったのか。で朝倉が多分越中のあたりまで取ってるのかな。で上杉たちはこっちの方にいるだけだと。織田総兵力が 44,900、44,000 か。44,000 か、結構多いのか。これはうち倍いますね。まあなんとかなるな、これなら。倍いるなら勝てるな、さすがに。あ、さすがにこれは勝てるな。勝てなかったら問題だな。さ、では、今回ここまでですね。まあちょっと怖くなってきましたけども、では次回をお楽しみに。お疲れ様でした。最後ちょっと言うセリフを思い出せなかった。